ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、芸能人の方たちって意外と、ギャンブラーが多いって噂を聞くんだけど、本当なのかしら？ああ、本当だぜ。実際にギャンブル依存に陥り、多額の借金までしてしまった芸能人はたくさんいるんだ。ちなみに有名な人たちもいるのかしら？じゃあ今回はギャンブル依存症の芸能人13選を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。一人目に紹介する人物は徳光和夫さんだぜ。徳光和夫さんは、フリーアナウンサーとして活躍をしており、人気の高い人物だぞ。そんな徳光和夫さんだが、稼いでいるお金をすべてギャンブルに注ぎ込んでいると言われているんだ。すべてつぎ込んでる？徳光さんなんか相当収入はあると思うけど、それをすべて突っ込んでしまうってことは相当な額になるわよね。ああ、これまでにギャンブルに注ぎ込んで失ってしまったお金は、合計10億円以上と言われており、かなりの金額を損していると言われているぞ。ちょっといきなり金額がとんでもないじゃない。この事実は徳光和夫さんの息子さんである徳光正幸さんが、とあるテレビ番組にて暴露していることだから事実だと思うぜ。まだ徳光正幸さんが幼かった頃には、2倍にして返してやるからと言われた後に、お年玉を取られたこともあると暴露しているぞ。そんなことをしてしまうまでどっぷりハマってしまったのね。徳光さんがまさかギャンブラーだったなんて、意外すぎるわ。二人目に紹介する人物は藤原竜也さんだぜ。藤原竜也さんは、ギャンブルがかなり好きな人物と言われているぞ。競馬やパチンコなど、様々なギャンブルをしている。と、自身がとある場所にて公表したことがあるんだ。これまた意外なお方ね。怪獣の主演を務められていたために、なんだか想像ができてしまうのも悲しいけど。そうだな。藤原竜也さんといえば、怪獣人生逆転ゲームという、ギャンブルなどを題材としている映画の主役に抜擢をされているぞ。実は、ギャンブルのほとんどは、この怪獣人生逆転ゲームにて覚えたと言われているんだ。このようなことから、ファンの方々からは、藤原竜也イコールリアル怪獣というイメージが強くなっていると言われているぜ。間違いないわ。三人目に紹介する人物は阿部寛さんだぜ。阿部寛さんは、過去にパチンコのみで生計を立てているパチプロとして、生活をしていたと言われているんだ。マジで？ああ、実はその頃阿部寛さんは、デビューしたばかりの頃と言われており、やっと仕事のノリに乗れてきたところだったそうだ。しかしバブル崩壊とともに仕事が激減してしまい、パチンコなどのギャンブルに走ったと言われているぞ。パチプロとして生計を立てていたその時には、1日に約25万円ほど負けたこともあると言われており、一般人からするとかなり驚愕の額を損しているな。お金に困ってギャンブルに走る、典型的なパターンじゃない。しかし、こういった生活を約3年ほど続けていた後に、徐々に仕事が舞い降りてくるようになり、現在は本気でパチンコはしていないそうだ。毎日の息抜き程度に少しだけパチンコをしていると言われているぞ。人気俳優にもこういった過去があるなんて衝撃だよな。そうね。ギャンブルをしなさそうな人に限ってすごくハマってしまっている印象だわ。4人目に紹介する人物はクロちゃんさんだぜ。お笑いグループの安田大サーカスのクロちゃんさんは、かなりのギャンブル好きとして知られているぞ。特にパチンコが好きとされており、様々なパチンコのテレビ番組にも出演をしているほど、クロちゃんさんのパチンコ好きは世に知られているんだ。確かに、クロちゃんさんはやってそうなイメージよね。そんなクロちゃんさんだが、ギャンブルが好きすぎて、一時期はギャンブル依存症だったと言われているぞ。その依存ぶりはかなりのものと言われており、同メンバーのヒロさんが生命の危機の時に、同メンバーの団長がクロちゃんに電話をするとこう言ったぜ。今パチンコ出てるんですよねというものだ。異常すぎるわ。メンバーの命よりもお金に走ってしまったのかしら。5人目に紹介する人物は坂上忍さんだぜ。坂上忍さんは、芸能界の中でもかなりのギャンブル好きな人物として知られているぞ。特にボートレースと麻雀が好きと言われており、これまでに3億円以上ものお金をギャンブルにつぎ込んできている、と言われているんだ。3億って、まず手元にそんな大金があること自体がすごすぎるわ。そんな坂上忍さんだが、ギャンブルへの愛はかなり強いと言われているんだ。なんと1年仕事でしっかり稼いだお金をほとんどギャンブルへと注ぎ込んでいる。という噂も浮上しているぞ。愛がすごいわね。とあるテレビ番組では、過去にギャンブルで負けすぎて、全財産が300円しかなかった時がある。というような発言をしているぞ。全財産をつぎ込んでしまったのね。まあ今は成功されているし、もしかしたらもっと負けているかもしれないわ。6人目に紹介する人物は林修さんだぜ。塾講師として活動し、現在はテレビでも活躍されている林修さんだが、実はパチンコ依存で、抱えた借金が1800万円にも上るそうだぞ。借金してまでハマってしまうのは良くないわね。それにしてもあの林修さんがそこまでギャンブラーだったなんて。本当にそうだよな。
1989年に東京大学を卒業した優秀な方で、塾の講師として。いつやるか、今でしょが流行語になったのも懐かしいぜ。しかしバブル景気の時代に入社した銀行マンでは、その景気に妙な不安を感じて、わずか半年で退職したみたいだぞ。それで現在はテレビで番組も持たれているから、確実に成功したと言っても過言ではないわね。ただ、もうギャンブルはやらない方がいいと思うわ。7人目に紹介する人物は後藤真希さんだぜ。仕事が激減してから、たびたび加えた箱でパチンコ店に通い詰める様子が、写真週刊誌に激写されているのが、後藤真希さんだ。2015年7月に入籍し、芸能界からあまり姿を見せなくなったが、ゲームメーカーのイベントなどでは、元気な姿は見せていたぞ。彼女もギャンブラーだったなんて、どうしてハマってしまったのかしら？妹さんの彼氏もパチンコ依存だったみたいだぞ。もしかしたらそれがきっかけかもしれないな。ちなみに後藤真希さんは、パチンコの腕前は相当に慣れたものだったみたいだぜ。あの綺麗なお顔で一人で売ってたら、お店で有名になっていたでしょうね。後藤真希さん目当てでお店に来る男性もいたと思うわ。8人目に紹介する人物は椿鬼奴さんだぜ。パチンコ依存芸能人としては、おそらく女性ナンバーワンなのが椿鬼奴さんだ。まず母親からしてパチンコ依存症で、親子でパチンコホールという感じだったみたいだぞ。親子で家に行くなんて珍しいけど、二人とも負けた日なんかは家の中がとんでもない空気になりそうだわ。もちろん本人が成人してからだと思うが、一緒について行ってパチンコをよくやっていたのは意外だな。パチンコが好きすぎて、ホールを巡るツアーまで自身で企画し、パチンコ関係の雑誌には表紙を飾るなど、自らパチンコの普及と広告に努めているんだ。むしろパチンコ依存が理にかなった自身の商売に繋がってる点がすごいぜ。頭がいい方なのかしら。好きなこともできてお金まで稼げるなんて一石二鳥すぎるわよ。9人目に紹介する人物は和田アキ子さんだぜ。和田アキ子さんはパチンコの CM にも起用されるほどで、自身もパチンコは公営ギャンブルですというほどのパチンコ好きだそうだ。ほう？しかしながら、一応パチンコは遊戯であり、競輪や競馬と違って現金との交換は実質上許さないんだ。だからこそ景品交換所という別の会社がそばにある、いわゆるグレーな大人の遊びってわけだ。公営ギャンブルとは、プロフェッショナルスポーツのことであり、日本で開催されている公営競技は競馬、競輪、競艇、オートレースの4つしかないぜ。そうなの？ああ、しかも中央官庁の管轄で、国が運営主体であるのはこの4つの競技だけだぜ。ただな、番組内でのこの発言は、アナウンサーから訂正されたみたいだが、アッコさんはちょっと納得してなかったみたいだ。和田アキ子さんがそういったものにハマるってことが想像できないけど、お金も相当持ってらっしゃると思うし、賭け金がとんでもなさそうね。10人目に紹介する人物は徳井健太さんだぜ。お笑いコンビ平成のぶしこぶしの徳井健太さんは、お笑いコンビのハイヒールのリンゴさんから、子供のお年玉に手をつけるほどのギャンブル好きだったと暴露されているぞ。儲かる時は200万とか300万まで手にしていたそうだが、お笑いの仕事が激減した時でも、奥さんからもらった自動車教習所の費用まで、競艇に使い込んだそうだ。それは絶対にやっちゃいけないことでしょ。さらに歯列矯正のための100万円もまた、結局は競艇で使い切ったそうで、自身が執筆した小説も、自分がモデルとなってるそうだぜ。本当にギャンブルにはまってしまうと善悪がつかないところまで来てしまうってことよね。奥さんのためにも一度考えた方がいいと思うわ。11人目に紹介する人物は六角精児さんだぜ。六角精児さんは大学時代からギャンブル好きで、競艇、競輪、様々なギャンブルに手を出していたそうだぞ。消費者金融と知り合いを通しての借金総額は1000万円ほどだったそうだが、俳優業でなんとか全額返済できたのは40代の頃って話だ。それでも40歳まで借金を抱えられていたってことよね。実は六角さんは学習院大学出身で、20歳からパチンコ、パチスロ、今でも競輪と競艇は続けて通っているみたいだぞ。収入の8割がギャンブルに消えていたそうで、家賃も7ヶ月滞納したことがあると自身で語っているんだ。40歳までは、2週間を600円前後で暮らした経験もあり、カレーのルーを少しずつ水で薄めて食べたりしてしのいでいたとか語っているぜ。そんな生活になってもまだギャンブルを続けてしまうってことよね。ああ、それで一気に返済したいって気持ちが強くなるんだろうな。借金返済は2000年の40歳直前で、テレビドラマ相棒の出演が決まったことで、鑑識の米沢守でブレイクし、その後鉄道マニアとしても、数々の番組出演やバラエティ出演などで、キャラで返済できたようだな。借金が増えるに従って人の信用もなくなったと語り、借金はしてもいいけど、自分で返さないと何にもわからないです。と反省をしているみたいだぜ。それに気づけたのがまだいいわよね。今でもまだ気づいていない方はたくさんいると思うわ。
12人目に紹介する人物は太田光代さんだぜ。太田光代さんは、爆笑問題の太田光さんの奥さんだぞ。そんな太田光代さんは、ギャンブルが大好きと言われているぜ。どれくらいハマってしまったのかしら？特にパチンコが大好きと言われており、過去に生活費をパチンコにて稼いで生活をしていたとも言われているくらいだ。そのギャンブルで稼いだお金によって、事務所を設立して、現在はうまいこと軌道に乗っていると言われているぞ。ギャンブルって結局はうまくいかないというイメージがあったけど、太田光代さんはギャンブルをしたことによってうまくいっているのね。なかなかこういった人はいないと思うから、すごいと思うわ。最後の13人目に紹介する人物は吉高由里子さんだぜ。え？あの吉高由里子さんも？ああ、そうだぞ。吉高由里子さんは、誰もが知る人気の高い女優さんだが、そんな吉高由里子さんはかなりのギャンブラーと言われているんだ。パチンコ、競馬、麻雀など様々なギャンブルをしていると言われており、その腕前はプロ並みであるとも言われているぞ。いや、まず吉高由里子さんがギャンブルだなんて意外すぎるし、もし目の当たりにしたら相当オーラがありそうだわ。意外と似合ってしまっているとも思っちゃうわね。ギャンブル好きが功を奏してなのかはわからないが、ギャンブルの一つである競馬の CM に出演をしていることもあるんだ。このことによって、吉高由里子さんイコールギャンブル好き、ということをより想像させられるかのような結果となったぞ。人気女優ながらに、少し驚きだよな。いや少しどころじゃないわよ。今回の話に出てきた人たちが意外な方ばかりで衝撃を受けているわ。ということでギャンブル依存症の芸能人13選を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。